さあ、ということでね、キラベジ、まあ、通称進化ブルーベジータが実装されるということで、今回はレジェンズのね、ブルーベジータ。今見たら3人しかいなかったんで、もうこの3人だけでね、まあ、アビ枠なしで潜っていこうと思います。まあ、アビ枠入れてないのはあれっすね。僕が1週間レジェンズサボってて、レートが低いんで、そんな強い人と当たんないって言おうとしたら、普通に強そうなパーティー来ていく。ただ、なんかゴジータがなぜか覚醒してないですね。いやけど普通にパーティー強そうなんだが。普通に苦しいんだか？まあ、ブルーベジータ新しいやつかっこよかったんでね。頑張りましょう。いや、このパーティー黄色がめちゃくちゃ、まあ、あと紫が。紫来なかったかな？オッケー。タックル回避行こうか。オッケー。必殺入れて、これ永続必殺用ダメアップなんでね、味方の。意外と優秀。あー、ちょっとタイミング良くない。オッケー。出てくんのかな、これ。出てこない。出てこんね。しっかりと火力積んで、ゴジフォー出てきてほしいんだけど、出てくれない？一回使わしたい。使ってくれないね。ただこれ削れたのでかいね。あの、裏の、一周年のね、ブルーベジータが、メインで踏ん張り貫通なんで。もうやだってそれ、PS のかけらもないそれ。近づいて特殊打つゲームかこれ。ちょ、外さんで。オッケーオッケー。いいね。さあ、一回交代禁止残ってるんで、こいつうまく縛って倒し、あ、もう使ってくんの？いいよ、それは。なんか、ちょっとチラッと見たんですけど、こいつが実装されてからインド人のレジェンズプレイヤー増えたみたいなの見て、めちゃくちゃ笑った。ちょ、ラグ。まあ、もう本当に、かけらもねえな。かけらもないわ、それは。近づいて特殊押すだけのゲームになってるよ、それ。もうライジングはしょうがない。お、ないね、よかった。いやー、ただこの火力弱えなー。ちょっと踏ん張りあるんで打てないっす。いやー、でも今メイン、いや、落とせなかったんでしょうがないな、今のは。タックル。来ないか。回復したい。いやー、どうしよう、これ。めちゃくちゃしんどい。回避圧してないかな、こいつ。オッケー、してた。いやー、どうしよう。使ってこないね。いや、これいけるわ。踏ん張り貫通つけてライジング。これ知らないでしょ、相手。踏ん張り貫通あるの。オッケー。いや、さすがに落とせる。いや、この懐かしのベジータが活躍してるのよ、いいな。めちゃくちゃ。おーいって。だるいて、それは。それは違うやん。ここ外そうか。オッケー。いや、それは違くね、さすがに。それは違うやん。うちのベジ、ちょ、ラグいって本当に。おい。さあ、いけ。もう、そりゃ違うやん。読むのはちょっとね。読むのはお話が変わってきますやん。踏ん張り貫通強いねってところやん。やば、お前。ナチュラルに中級で消してきた。外して。いやー、ただ火力そんな出ねえなー。あ、踏ん張り貫通まだついてんの、お前、長っ。まだついてた、やば。それは大活躍だわ。怖すぎ、待って。遠距離してきそうだから普通に跳ねちゃったわ。あ、メイン使ってたわ、俺。前裏だね。お。なになになに。交代ムーブ引っかかる。これ、出てくんのかな？出てきた。これ、被したいな。なんとしてでも。あー、回復されちゃった。前出しちゃうつね。オッケー。完全に理解してる。そういう頭し、おかしいムーブはしっかりと対策済みです。ちょ、これは射撃撃てないな。まあ、持ちだから。ただ、被したい。オッケー、バーカ。おら。なんだ、その動き。ぴょん。何してんのこの人。何がしたいんですか？いやー、まあ、一応、そうだなぁ。緑大事にすれば絶対負けないんで、緑を回復させて、もう絶対に負けたくない、こんなんに。なんか狙ってんね、絶対。おい、噛み合ったんだが。
オッケーオッケーオッケー。こっちね、こっち捨てて、しっかりと落ちバフプラス回復で。読まれたんだから全然読みたいよ、こっち。いや、でも、あの踏ん張り貫通相当長くね？ワンチャン今でもいけるか、こいつ。紫ベジータ。こいつメイン切ってるんで、まあ、タックル安牌ですけど、まあ、タックル行くか。タックル行くわ。さあ読まれたんで大蔵理論によって弾の集まりが非常にいいですね。おい、は？は？おいおいおい、おいちょ待ってそれずるくない？そのコンボ外し、さすがにずるにも程がある。ということで、まあいきなりね、キラベジお祝いパーティーを使って勝利できましたね。いや、紫のあの1周年のブルーベジータが思いのほか、踏ん張り貫通長すぎたね、あいつ。何カウントあるんだろう。え、ちょっと待って、なんか普通に強そうな人としか当たんないんだけど、何ですかこれは。で、この方のメイン何？踏ん張り貫通が ?30 カウントもあんの。え、紫の悟空4と一緒じゃん。お、マジ悟空4じゃなくてこいつでいいな。あ、いるじゃん、悟空4。え、なんでこんな強そうな人まだいいの？一週間経ってるからみんなさ、40以上なってマッチングしな、お、踏ん張り出てきたよ。しかもなんか、戦術、めちゃくちゃ、まあ色的にこれはきついのわかるけど、それ出てくんだ。さあ、頑張りましょうか。いや、踏ん張り貫通もう一回活躍させたいね。こいつ硬いんで、結構削んないとライジングで落とせないですけど、ちょ、頑張りましょう。アビも乗ってないんでね、こっち3体なんで。跳ねろ。危ねえ。バックステ入れて、お、ボスしない。なんでこんな上手い人と当たるの？こんな予定じゃなかったんだけど、俺。もっと雑魚と当たる予定だったんだけど。いや、絶対お寄りしてきそうだな、これ。あ、そっちなんだ。じゃあいいや。優しいね。素直な人で助かるわ。そういうレジェンズプレイヤー好きよ、めちゃくちゃ。まあ、メインちょい切りてえけど、脳死でしょうね。ですよね。メイン使うか。かぶして、はい、打撃上がり決めまーす。うますぎー。何？ちょ、よいよいよ。もうちょい落ち着こうや。回避圧してますね。いきなり中距離打撃は怖いって。はい、うまい。オッケー。さあ、ここ削りまくって、紫ベジータのライジング圏内に持ってきたいんだよ。だけど、弾がないな。ちょ、ラグいって本当に。はぁ、あ、海外多いのか。2倍の後だから。2倍の後だから。2倍。もうやだ、この人たち。本当に変態しかいない。そんな、俺が怒りたいよ、お前に。もう溜まってんの君、早くね。俺が一方的にコンボ取ってんのに。特殊引いてるわ。え、メイン使ったっけ、この人。俺のが殴ってんのに理不尽じゃない？あれ、だよね。あれ、面切ったよね、だって。切ってなかったらごめん。オッケー。もう怒ったよ、お前。ほんとに。もう許せるぞ、おい。あ、そっち出てくんだ。いいんだ。あ、必殺引くなよ、そこ！なんで必殺引くの、そこで。もういいや。面使う。かぶせます。知らんでしょ、俺の。踏ん張り貫通をね。知らないよね、君。で、今、特殊で読んだんで、多分警戒されると思うんで。おい、踏ん張り貫通忘れとるな。お仕置き必要やな、お前。よし、危ねえ。で、泥足も持ってるんで、もうヒーター適当に打ちましょう。気力もあるんでね。さあ、踏ん張り貫通していく。相手びっくりでしょうね、これは。うれ！ざまあ見ろ。いや、まあ、こいつに使うのちょいもったいないけどね。ちょいちょいちょい。なんでこんな強そうな人と当たんの？強そうなパーティーか。うまくはないけど。また来たよ！また出たよ、その。ちょ、やめて。本当に痛い、本当に痛い。一発耐えろ。よしよしよし。必殺ないっしょ。オッケーオッケーオッケー。さあ、踏ん張り貫通紫枠対決。いった！
ちょ、パーティー半壊してるんだが。ちょ、やめて、そんな変なコンボ。跳ねる。オッケー。なんで外されたんでしょうね、今。いやー、これどうする？絶対出てくるんで外しましょう。オッケー。完璧でーす。まあ、変えてもいいけど、椅子あるか。最速。あぶね。即回避。わ、しないんだ。冷静。あ、でもそういう即回避しないの好きよ、めちゃくちゃ。そういうプレイング好き。さあ、出てくる。さあ、打撃引けよ。オッケー。いったれ！いや、いかんか。ベジータちゃん、もうちょっと頑張って。お、これ、単発でいけるね。はい、単発でいくよ、これ。ちょいちょいちょい。単発でいきたいよ。アーツしたくないよ、この人に。怖いんで。ちょいちょいちょい、弱くない？さすがに、よ、やばい、中京デッキしてきたんで、確定コンボと。今ダメなところちゃんと出ましたね。あ、でもさ、なんか最速回避のアップデート、わかりやすいアップデート出るおかげによって、中距離打撃が確定反撃になるんだよっていうのを、めちゃくちゃ伝えやすくなると思うんで、これは嬉しい。減ると思うわ、さすがに中距離打撃。あ、待って、死ぬお前。死ぬわ、さすがに。タックル。ちょ、普通にまだ負けある。やばい、ちょっとこの人ね、いきなり近づいてくる、あれあるんで。やばいって中距離打撃は。ダメだって。びっくりするな、ほんとに。え、ちょ、いや、硬、ちょ、硬すぎ、君。よし。あぶねえ。ちょ、アビがしっかり乗ってないから、マジで弱え、こっちのベジータ。なんか、普通、まあ、あんま強くはなさそうだけど、いや、全然強くないの来た、やっと。よし、やっと来たわ。全然強くねえよ、俺。覚醒してなかったわ、よく見たら、オーバーダック。これを戦いたかったよ、俺。ということで、遊戯王、ゼアルの主人公ですけど、最後。頑張りましょう。これね、覚醒ランクがね、バトル中に表示されない仕様のままだったら、こっからカットしてね、スタートしてね、覚醒中山、青葉と戦ってる風にね、騙してたんですけど、視聴者を。今までだったら。さあ、これ、ベジータの火力期待。いや、特殊引くんかよ、そこで。それは弱すぎるわ。回避入れてる？オッケー。しっかり欲張り入れて。射撃来い、射撃。うわー怖い。絶対撃ってくるでしょ。知らんでしょ、ベジータの特殊。え、何してんのこの人。オッケー。ちょっとベジータの特殊見したいんで居座ります。絶対知らないでしょ、この人。待って待って、前裏できなかったんだけど、今日滑りがおかしい。分かってたのに今。ちょ、俺も待つわ、お前がそんなことするんだったら。怖っ。なるほどね。まあまあまあいいでしょ。今のは俺が待ってたんで悪いです。ちゃんと俺悪い時は認めるからね。相外してる雑魚。欲張んじゃねえ。おいちゃんやめてくれ。やめてくれ。回避圧。回避圧。いや、ここ絶対なんかしてきてるわ。してきてなかったというか、まあなんというか、なんとも言えないけど。てか、特殊さっきめっちゃ使いたかったわ。オッケー。あ、俺これまだ交代禁止ついてる、もしかして。まさか。ついてそうだな。あー、ついてなかったけど、これ落ちますね。ちょ、こいつじゃ落ちねえわ。弱すぎ。めっちゃキャラチェンしてくる。特殊でちょっと頼む。あー、ここメイン使いたくねえけど、使わないといけないな。あ、でもこの人は多分圧押せないと思うんで、タックル行きましょう。時間稼ぎましょう。ちょ、このベジータのメインすごい強いんで、まだ温存したいですね。オッケー。ぴょん、ぴょん、ぴょん。あ、オッケー！うますぎー。弱くね？タックル。117。あー、待って、やからさ、外人グラッシュやめようぜ。回避圧してそうだな、この人、毎回。なんで場にあるキャラに向かってそんなことができるんですかね。これ特殊持ってるわ、絶対。絶対特殊のめちゃくちゃいきなり撃ってくるわ。気をつけます。絶対特殊ぶっ破してくる。ちょ、下がりたい。ユーマ？ユーマ特殊ぶっ破とかやめろ。お前やめろってユーマ！回避圧、オッケー。言った通りになりましたね。ユーマ回避圧してたらそりゃ最速取られちゃうよ。硬くね、君の中山。俺のパーティーがゴミなんだけどさ。
お主の中山が固く感じてしまう。いや、麺切りてえ、これ、本当は。本当はクソ切りたいけど、まあ、いいや。まだ使いどころではないわ。最速取りてえ。ここ最速取って、ベジータの究極打ちたい。あ、生きた、バカが。おい、ユーマ、さすがにそれは甘すぎ。一旦こっち出して、いやー、ヨダメしっかり上げてほしい。しっかり上げてくれない？ちょ、頼む。マジ、行ってくれ。ちょ、弱すぎんか。アビ乗ってないとはいえ弱すぎないか、君たち。覚醒4の中山だよ、だって相手。絶対遠距離してくれるだろ、お前。68。うと。オッケー。よしよし、68なんで間に合わないっすね。まあ、必殺でいいか。で、麺切りましょう。さあ、なんか中距離だけくせえな。さすがに違ったか。回避圧。お、なんですかその、ちょ、意味が。びっくりすぎて入っちゃったわ。さあ、打撃が振ろうとしたら最速取られてしまいましたね。これはしょうがないね。まあ、とりあえず緑で受けて、ライジングだけ紫で受ければいいだけなんで、勝ちですね。早くないだから、君溜まるの。ライジングすかした時もダイソー理論発動すんのかな。で、こいつ麺切ったっけな。ちょ、あんま覚えてねえな。ちょ、音ゲーやりすぎてあんまレジェンズのメインとかどうか忘れちゃったわ。ここ。ファンパスの目。いや、絶対あつってくるでしょ、ここ。言ってこないんだ。かぶすよ。オッケー。ざまあ見ろ。私は何度も言いますけど、タックルと中距離打撃と射撃がね、一瞬で判断できるんで。頼むよ。よっしゃー。マジでちょっと弱すぎてびっくりした。まあ、アビ乗っけたらさすがにもっと強いんだろうけど。ということでね、キラベジが実装されるんでね。キラベジお祈り、お祝いパーティーをね、使ってみました。終わります。